海の彼方を見つめた戦国大名、その2。歴史の細道、案内人の沙織です。今回も前回に引き続き、海の彼方を見つめた戦国大名、その2について紹介していこうと思います。政宗の頭に浮かんだ使節団長、長谷倉常長の名前。なぜ政宗はわざわざ罪人の子を重要な役目につけようとしたのでしょう。そして常長は立派にその役目を果たせたのでしょうか。常長よ、父の恥をすすげ。処罰の対象となるべき者に情けをかけて恩を売り、感じ入った心につけ込んで身を粉にして働かせる。部下の操縦法ではよくある話です。敵を寝返らせる場合にも同じような手法は使われました。この時も政宗は常長に対し、口には出さずとも、罪人の子であるお前を死罪にせず助けた、この上は藩のために今まで以上に奉公し、俸禄も復活させ、家名の恥をすすげ、との思いでした。もちろん常長の方でもそのくらいは察しがつきます。政宗も常長の人物は買っており、復活させるチャンスを探していました。ちょうど良い機会があったわけですが、何十何百の部下の個人的事情まで頭に入れてことを運ばではならない戦国大名もなかなか大変です。常長の側から見れば、政宗が考えた末に選んだ長谷倉常長ですが、このお沙汰は常長から見てどうだったのでしょう。切腹を命じられた父を持ち、肩身の狭い思いをしていた常長、政宗からのこの大抜擢人選を聞き、悲壮な覚悟を決めます。しかしそれは感謝と栄誉の思いを伴っていました。藩を挙げての一大プロジェクトの現場責任者に罪人の父を持ち、高級武士でもない自分が選ばれた。家名を復活せよとの政宗の心遣いと、お前ならやってくれるだろうとの期待が伝わってきます。望んでも得られない檜舞台に立つことができます。まさに身震いする思いでした。異国との交渉が不調に終わった時、待っているのは詫びの切腹でしたが、微妙な時期に計画された使節団。ところでこれだけ大掛かりな事業です。当然幕府へは報告せねばなりません。仙台藩が建造していた船は500トンを超える巨大ガレオン船で、名前をサン・ファン・バウティスタ号、通称黒船と言いますが、これには幕府の船奉行向井忠勝も加わっていました。主に働いたのは仙台藩の人間ですが、忠勝が江戸から連れてきた船大工も混じっています。政宗の気性としてもこそこそするよりは、私はイスパニアと交渉を始めようとしています、幕府の出方はどうですか、と迫ってみたいでしょう。この使節団が派遣されたのは微妙な時期で、政宗が計画を練り始めた頃にはキリスト教はまだ禁止されていませんでした。しかし船が実際に日本を出版した慶長18年にはすでにキリシタン禁教令が発布されています。この計画には多くの宣教師、キリスト教関係者が関わっており、幕府の政策の変更に右往左往させられました。政宗と家康の腹の探り合い、幕府のキリシタン禁教令の下での船出、しかも政宗が関係を結ぼうとしているのは強国イスパニア。家康の心中は穏やかではありません。事実政宗はイスパニアとの関係を商業だけにとどまらず、もっと濃密なものにし、かの国の艦隊を江戸湾に誘導し、幕府に睨みを利かせることまで計画していたとか。当初家康はソテロ神父を抱き込んで仙台藩側の情報を得ようと考えました。以前家康はノビスパニアの持つ銀の精錬砲を手に入れたく思いました。その時、
我が元に滞在するソテロを交渉役に向かわせるとまで書き送るほど、この神父とは親しく信頼もしていたのです。しかし禁教令を出してからは、ソテロは政宗側の人間になってしまいました。それでもなんとかこの大計画に一枚噛んでおきたい家康、仙台藩の施設の中に幕府の息のかかったものを潜り込ませようとします。政宗側も当然そのくらいのことは予測しています。乗組員の陣容、この船にはどのような人々が乗り込んだのでしょう。第一に、正式な仙台藩の外交使節団として長谷倉常長を筆頭とする仙台藩の武士たち、ノビスパニアまで行きスペインとの交易を望む日本人商人たち、そしてソテロ神父が自分の日本での布教活動の成果として連れていく日本人信者たち、問題の幕府側の人間ですが密かに潜り込ませたとの説と、幕府の役人として堂々と身分を明かし乗り込んだとの2つの説があります。ここは堂々と乗り込んだ説を取るべきでしょう。幕府は船の建造にも関わっていますし、政宗も施設を送ることを幕府に告げています。ただしその他に政宗の真意を探るための人間も密かに乗り込ませたかどうかは分かりませんが、常長に託した政宗の真意、政宗にも幕府には知られたくなかった思惑があったはずです。常長に託したセビリア氏、イスパニア国王、ローマ教皇宛ての書状には、慶長18年9月4日、伊達睦巳守政宗とのみ政宗自身が書き、顔を入れただけの状態で持っていくことにしました。つまり、肝心の内容は白紙です。それは常長の頭の中だけにありました。現地で国王や教皇に謁見したり、その他の要人と大切な交渉ごとで面会するときは、常長と通訳のソテロ神父以外は誰にも立ち会わせませんでした。仙台藩士も遠ざけられました。交渉の秘密を守るためのやり方でしょうが、この方法は危ういものです。第一に、常長が本当に忘れることなく政宗の真意を伝えられたのかの疑問が残ります。長い航海、慣れない異国での生活、緊張するだろうし、おまけに通訳を介しての会見、その中で常長がどこまで政宗の真意を伝えられるか、この疑問は交渉相手側も同様に抱きますし、後の証拠となる文章もなく、どこまで本気で交渉を進められるか、これらの危険を冒してでも幕府に知られたくない内容だったのでしょうか。政宗にしても手探りだった。政宗自身も一回の交渉で全てうまくいくとは当然思っていません。いかに62万石を領する大半の領主であっても、日本国を代表はしていません。相手から見れば一地方領主に過ぎない存在です。相手はヨーロッパの強国イスパニアと世界宗教の最高権威のローマ教皇です。政宗もそこは自覚していたようで、自分はキリスト教の擁護者であると相手の関心を引く事柄を前面に出し、盛んに強調しています。ともかく南蛮交易に一歩踏み出してみる将来への布石でした。異国の好意の者が見た長谷倉常長。常長のことをもう少し詳しく見ておきましょう。仙台市博物館の慶長遣欧使節団の資料展示室に長谷倉常長の肖像画が残っています。麻の布地に描かれた縦80センチ横65センチの油絵で、常長自身がヨーロッパから持ち帰り現在国宝に指定されています。黒い包囲をつけ、白いレースの襟とカフス、十字架のキリストに向かって真剣な表情で祈りを捧げています。髷を結い刀を刺し、左手の薬指に目立つ指輪をはめと
違和感も感じますが、スペイン滞在中に現地の画家が描いたものです。この事実がそもそも稀有なものでした。直接常長と接したヨーロッパでも高位の人物たちの目に彼はどのように映ったのでしょう。大使と随員は皆身長も低く、顔は黒く同じような顔つきをしている。目は小さく、鼻は中央が低く、末端が広い。このようにパッと見は冴えないものでした。しかし常長と接するにつれ、その評価は変わってきました。通訳を介して大使と長い話をしたが、どっしりと風格のある人物だった。教皇や枢機卿から厚遇を受けたのは言われのないことではない。大使の言動がおのずからそうさせたのだろう。はったりのない実直な常長の人柄は異国の人々にも伝わりました。成功とは言えない使節団、結果として使節団派遣は成功裏には終われませんでした。交渉をスムーズに行うために、我が主君政宗はキリスト教の擁護者である、常長たちはこれを第一に強調しました。しかしその頃日本はキリスト教禁教、鎖国政策を取る国になっていました。日本の国情は当然ヨーロッパ各国にも伝わっています。一地方領主に過ぎない政宗がいかにキリスト教の擁護者を名乗ってもあまり説得力はありません。それどころか日本国内のキリシタンへの弾圧が伝わると、最初は大歓迎だった一行への接し方も変わってきました。失意の帰国。慶長18年1613年9月15日、石巻月の浦を出港した一行が戻ってきたのは7年後の元和6年1620年8月24日でした。7年の間に日本の国内情勢はすっかり変わっていました。キリスト教は禁教となり、キリシタンに関わることさえはばかられます。持ち帰った文物や話も公にはできず、しかも肝心の交易交渉も失敗に終わりました。常長は帰国から2年後の元和8年、1622年8月7日、失意のうちに世を去ります。彼らの功績が再び日の目を見たのは、明治6年、1873年、岩倉具視欧米使節団がベネチアの古文書館で、長谷倉常長の署名入り書状を発見した時でした。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今回の歴史の細道はいかがでしたでしょうか。これからもワクワクするような歴史の動画をお伝えできればと思っております。もしよかったらチャンネル登録お願いしますね。こちらの松尾芭蕉のボタンを押していただければ登録画面に飛びますので、どうぞよろしくお願いいたします。またよろしければこちらの動画もご覧いただければと思います。